皆さんおはようございます。妙高220ポンド、体重100キロの松原妙高です。今日の岐阜市内は雲一つないいい天気となっております。気温も昨日より少し高めという予報が出ております。嬉しいですね。皆さんの地域ではいかがでしょうか。さて今日はマスクのお話をしたいと思います。私今スーパーの駐車場でアフレコを録音しているところなんですけれども、実はマスクを忘れまして車の中で一人お留守番をしております。ワクチンの接種を終えてはいるんですけれども、できるだけリスク、それから他の人に不安を与えないようなということから、車の中で一人こんな録音をしているところでございますけれども、本当に今どこ行ってもですね、マスク欠かせないですよね。それこそ散歩してる人、マラソンしてる人、自転車に乗ってる人もみんなマスクしてますよね。それこそ一人で車に乗ってる方もマスクしていたりというようなところを見かけるケースも多い今日この頃でございます。しかしマスクばっかりしてますとね、先般も NHK 見ておりましたら歯周病が増えているというお話がございまして、マスクをしていることによって水を摂取しないというようなことが原因だというようなこともお話ししてみえました。必要のない時にはマスクを外して、美味しい空気、私はいっぱい吸うように心がけております。さあ皆さん、今日もいい日になりますことを祈っております。それでは行ってまいります。皆さんも行ってらっしゃい。それではさようなら。